今日25日から明日26日にかけて月と火星が接近します。10月6日に地球に再接近した火星は観測しやすい時間帯に空に昇るようになってきました。最接近時に比べて明るさは少し落ちているものの十分に明るく輝きます。日の入り後南東の方角を見上げると一番に目につきます。では今後の天気の移り変わりを見ていきましょう。まずは25日水曜日19時の予想です。高気圧圏内となる西日本や北陸は晴れて観測のチャンスがありそうです。関東は北東風が吹きつけてあいにくのお天気、観測は厳しそうですね。東北の日本海側や北海道道東でも観測ができそうです。では26日のものを見ていきましょう。冬型の気圧配置で日本海側を中心に曇りや雨となりそうです。見られるエリアは西日本のエリア、また東海、東北北部や北海道の一部のエリアとなりそうです。次回の接近は12月23日から24日です。機会を逃さずぜひご覧ください。